リビングに戻ると、すでに落ち着きを取り戻した斉藤ゆかりが冷めた目でこちらを見つめてきた。刑事さん、何か証拠は見つかったかしら。いえ、まだです。いえ、まだです。同じだ。僕は声を抑えながら答えた。先輩、頑張ってくださいよ。今さら間違いでしたなんてなしっすよ。道明寺がわざとらしく情けない声を出す。リビングに置かれた棚、その引き出しの奥にアルバムが入っていた。お、日付はいずれも5年前。左に斉藤ゆかり、右側にいるのが元の旦那さんだろうか。そして幼い雄介君が真ん中に写っている。3人とも笑顔だ。最近の写真はないんですか。僕は彼女に直接尋ねてみた。仕事が忙しくて写真どころじゃありませんから。では雄介君と遊びに行ったりということは。ありません。雄介もわがままは言わない子ですから、どこかへ連れてってなんて言わなかったし。我慢してたんじゃない。母親はそっけなく答えた。いい加減諦めたらどうなんですか。私が雄介を愛してない証拠なんて初めからあるはずがないんですから。僕が押し黙っていると、不思議そうに壁を眺める小暮さんが口を開いた。お、どうした小暮さん。先輩、この壁妙ではありませんか。え、壁？隠し扉とか妙？僕は小暮さんの指す壁の方に近づいた。そこには僕の背の高さほどのキャスター付きの本棚が置かれていたが、本棚の後ろの壁に目立たぬように薄い白い布が貼られていた。え、何それ。地下へと続く階段？え、パラサイト？このリビングの隣には客間がありましたよね、先輩。うん。でも客間とリビングの間なんか離れてると思いませんか。え？見ると確かにリビングから客間までの間にもう一部屋あってもおかしくないくらいの距離がある。怪しい。もう一部屋あってもおかしくない？まさかそんなことが。しかし斉藤ゆかりの表情には明らかな変化が見られた。知ってたんですか。目を見開き顔面は蒼白だった。もしかしてこの部屋に雄介くんが。嫌な予感がした。この本棚の後ろ、壁の向こう側にとても恐ろしい事実が隠されている気がする。小暮さんに目で合図し、壁の前の本棚をどかしにかかる。キャスターがついているので動かすのは造作もない。やめて。何、どうしたんですか。家の主はものすごい形相で小暮さんの腕を引っ張った。僕は彼女を追求する。この壁の向こう側に何があるんですか。何もないわ。何もないんだったら見てもいいですよね。だったら調べさせてもらいますよ。だから何もない。何もないのよ。本当に何もないんですか。あなたは何をそんなに焦ってるんですか。斉藤さん、何を隠してるんですか。知らない。私は知らない。知らなくないでしょ。なんか私の口調、道明寺さんと同じなんだけど。僕が斉藤ゆかりの注意を引きつけている間に、小暮さんは素早く本棚を移動させていた。壁に不自然な布が貼られているのがあらわになった。その布を上から触ってみると、わずからがガタガタと動いた。引き戸を布で隠してあったのだ。斉藤ゆかりさん、この奥を見ても構いませんね。ゆかりさんは震えていた。僕たちと目を合わせようとしない。僕はもう一度だけ確認した。構いませんね。彼女は何も答えない。もう何も耳に入らないのかもしれない。小暮さん、よろしくお願いします。おっす。小暮さんが怪力で布を剥がしていく。真っ白な布が徐々に剥がされ、その下から現れたものは予想通り引き戸だった。お、こいつは世紀の大発見っすね。道明寺がわざとおどけて言う。まさか隠し部屋とか奥さんの趣味っすか。凝ってますね。とても笑えない冗談だ。僕は
戸を前にして息を呑んだ。この奥に何があるのか。どうしても最悪なケースを想像してしまう。バレるはずがないかと思っていたものが暴露され、斎藤ゆかりの顔色は蒼白を通り越して真っ白だった。唇をブルブルと震わせ、まともに喋れそうもない。戸の前に立ったままの小暮さんが救いを求めるように僕を見た。きっと自分の手で開けたくはないのだろう。しょうがないなあ。僕は小暮さんの代わりに戸の前に立った。答えはこの奥にある。開けます。僕は意を決して宣言した。なんかドキドキする。戸を開けた僕はよどんだ空気の中に足を踏み入れた。部屋の中は真っ暗だった。先輩、これを。道明寺は懐中電灯を差し出してきた。用意のいいことだ。まるでこうなることを見通していたように思える。怪しいなあ。僕は懐中電灯を受け取り、スイッチを入れた。これは、何？え、何あれ？目？それらの文字は、文字？壁一面に拙い字で書き綴られていた。文字なんてどこにあんの？私には床に目があるってことしかわかんないんだけど。まるで血で書いたかのような不気味さを感じさせる。血？僕は絶句しつつも部屋に足を踏み入れ、その文字を指でなぞってみる。ちょっと危ないよ。血ではなかった。ああ、よかった。じゃあ何？クレヨンみたいっすね。いつの間に背後にいたのか、道明寺がつまらなそうに言った。そういえば昔、僕らの祖父ぐらいの時代には、よくいたずらをした子供を土蔵に入れて反省させる、みたいな教育もあったらしい。そんなことあったの？でも、今はもう21世紀だ。なのに、こんな。先輩、ゆかりさんは、ゆうすけくんに、その。小暮さんは、そこで一度言葉に迷った。かなり行き過ぎた教育をしていたようでありますね。僕はくまなく部屋中を懐中電灯で照らしてみたが、ゆうすけくんの姿はなかった。いないの？ただ部屋の真ん中にクレヨンが落ちていた。12色のクレヨンセットの箱、その中に入っていた赤いクレヨンだけが異常に短くなっていた。赤いクレヨンが登録されました。母親の子供に対する仕打ちはこれで分かった。おそらく誘拐事件発生の後、警察が来ることを考えてこの部屋を隠しておいたのだろう。あとはゆうすけくん誘拐との関連性だ。僕たちは隠されていた部屋を出ると、斎藤ゆかりに質問した。喋れるかな。斎藤さん、ゆうすけくんを教育するためにあの部屋を使っていたんですね。いくらなんでもやりすぎです。あの壁に書かれた言葉をあなたは読みましたか？あ、そういえばなんて書いてあったの？僕は怒りを込めて問い詰めた。しかし、斎藤ゆかりはめんどくさそうに鼻で笑った。はぁ？自分の産んだ子供にどういう教育をしようと、私の勝手でしょ。なんてこと！あれはもう教育じゃありません！小暮さんももはや彼女を擁護するつもりはないらしい。斎藤ゆかりは完全に開き直っていた。開き直った人間が見せる隠された裏の顔。イライラするのよ。あの子が言うことを聞かなくて、子供なんて作るんじゃなかったって毎日後悔してたわ。うわ、最低。今回の誘拐だって一応警察に知らせたけど、別にあんな子戻ってこなくてもいいのよ。ちょっと吐き捨てるような口調だった。母親ならば誰もが子供を愛している。それはもはや幻想なのだろうか。じゃあオカルトルートは何だったのよ。僕はやりきれない思いになった。もう気が済んだでしょ。帰ってください。斎藤ゆかりはめんどくさそうに手を振った。彼女が行き過ぎた教育をしていたことは証明されたが、彼女の狂言誘拐だと断定する証拠は何もない。どうするべきだろう。斎藤ゆかりはこの誘拐事件の犯人なのだろうか。
セルフクエスチョン。母親が犯人？斎藤ゆかりは、ゆうすけくんを疎ましく思っていた。ということは、表現誘拐を計画してもおかしくない？おかしくないだろう。いくらなんでも、それはないと思う。ううん。おかしくないだろう。確かに、おかしくない。とは思う。でも、何かが引っかかっているんだ。誘拐時の状況を思い出してみるんだ。もしも母親が犯人だとすると、誘拐の状況で何か気になることはないだろうか。犯人からの電話、送られてきたファックス。そうだな。でも電話が気になるな。あれどうやってやったんだろう。犯人からの電話、犯人との会話を記録した音声が気になる。まず犯人の要求を再度考えてみよう。斎藤ゆかりの状態を再度考えてみよう。状態か要求。どっちも行きたいけどな。どうしよう。犯人、斎藤ゆかり。斎藤ゆかりの状態は、まあ普通だったよね。落ち着いてたし。上かな。犯人の要求を再度考えてみよう。犯人は、ザクロの身に一人で来いと言った。もしこれが斎藤ゆかりの自作自演だとすれば、ちょっと変な要求ではないだろうか。自作自演、前も言ったやつや。金銭目的のような単純な理由にするならいい。しかし、なぜこんな意味不明の要求をする必要があるんだ。他にも気になる点はある。それは会話中の斎藤ゆかりの様子だ。彼女はとても冷静に対応していた。あ、これ結局どっちもやってくれるのね。そのせいで僕らはゆうすけくんへの愛情を疑ったんだ。では自作自演だと考えるのはどうだろう。自作自演も疑える対応だ。自作自演としては変だ。変ではない。自作自演も疑える対応だ。果たしてそうだろうか。もしも警察に信じてほしいなら、むしろ必死に息子を心配する母親を演じるはずだ。あ、そっか。あんな冷静な対応では自作自演にならないのじゃないか。わかんなくなってきたよ、もう。これらのことを考えると、斎藤ゆかりの狂言誘拐の可能性は、可能性はある、可能性はない。あってほしい、もう。可能性はある。確かに可能性はゼロとは言い切れない。しかし、この状況証拠だけでは断定はできない。斎藤ゆかりの狂言誘拐を証明するにはさらなる証拠が必要だ。今は残念ながらまだ証拠が少ない。集めよう。僕は斎藤ゆかりの言葉に従い退散することにした。どうしたのでありますか、先輩。あの母親をこのままにしておいていいのですか。多分ダメなような気がする。そうっすよ、任意同行できたかもしれないんすよ。小暮さんと道明寺が口々に批判する。事件の核心に近づけかけている今、あっさりと退散するのは確かにおかしいだろう。斎藤ゆかりはなぜ祐介くんにあんなことをしていたんでしょう。僕はふと気になった疑問を口にした。イライラしたと言っておりましたが。小暮さんが不思議そうに僕の顔を覗き込む。まさか先輩、斎藤ゆかりは犯人じゃないと。道明寺はありえないという表情でかぶりを振った。いや、それは、ただその理由が漠然としすぎている気がするんです。彼女はまだ何か隠しているんじゃないでしょうか。隠している？先輩、そりゃ難しく考えすぎってもんすよ。道明寺が呆れたように天を見上げる。確かに僕自身考えすぎと思わないでもない。けど、もし今回の誘拐事件と斎藤ゆかりの行動に何らかの因果関係が存在するなら、彼女が真犯人だとしても本当の理由を調べることは事件を起こした動機につながるわけだし、決して無駄にはならないと思うんです。道明寺は
僕の考えを聞いて苦笑した。先輩は仕事熱心っすね。ま、それより今は彼女が真犯人であるという証拠を見つけることが先決でしょうね。それに俺としては鬼の存在がまだ引っかかってましてね。ああ、それならこういう考え方はできませんか。今町田市周辺ではゆうすけくんをさらったという鬼女の噂が広まっているんです。その噂によると、鬼女の特徴は、人を見かけると逃げる、髪が短い、タバコの煙を怖がる、の3点です。そして、ある協力者が、タバコの煙を怖がるに注目し、ある協力者は優香さんだね。鬼女には、タバコ、煙、炎のいずれかに対するトラウマがあるのではないかと推測したんです。道明寺はいつになく興味深そうに話に聞き入っている。僕たちの調べたところでは、2年前に斎藤ゆかりは実家を火事で失い、両親を亡くしています。そしてその時彼女は命懸けで息子の祐介くんを火事の中から救出してるんですよ。なるほど。先輩は斎藤ゆかりが経験した火事と鬼女の弱点に接点を見出そうってわけっすね。道明寺の言葉に僕はうなずいた。しかし先輩、そりゃ無理っすね。なんで？道明寺はあっさりと否定した。無理？なぜですか？俺、さっき先輩たちが家宅捜索してる間、斎藤ゆかりの前でタバコ吸ってたんすよ。彼女、嫌な顔一つ見せずに灰皿を出してくれましたよ。あ、そうなの？もう小暮さん？やはり我々の推測は見当外れだったのでありましょうか。めっちゃ似合う。小暮さん何食べてんだろう。カツ丼かな。腹ごしらえのために入ったうどん屋さんで、小暮さんはきつねうどんをガツガツと書き込みながらポツリとつぶやいた。きつねうどんだったの？どう見てもカツ丼に見えるよ。道明寺の証言により、斎藤ゆかりがタバコに対して何ら変化を見せなかったことが明らかになった。これは鬼女の特徴であるタバコの煙を怖がるに符合しない。そうですね、僕たちは鬼女の特徴としてタバコの煙を怖がるばかりにこだわっていましたから。優香さんに教えてもらった噂の鬼女の特徴は全部で3つある。1つ、人を見かけると逃げる。2つ、髪が短い。3つ、タバコの煙を怖がる。1つ目と2つ目の点については、優香さんも特に考察していなかったが、実はここに何かヒントが隠されているのかもしれない。ヒント？人を見かけると逃げる、髪が短いですか。かなり抽象的な特徴でありますな。あ、これ小暮さんだった。小暮さんの言う通り、髪が短いだけで犯人の特徴を絞り込むのは困難だ。人を見かけると逃げるは、やましいところのある人間なら人に近寄ろうとしないのは普通だと思われる。しかし先輩、鬼女の噂は子供の間で広まっているのでしょう。人を見かけると逃げるというのは、子供を見ても逃げるということでありましょうか。ああ、僕はつゆにネギを加えながらうなずいた。ネギは加えなくていいよ。それはいい考えかもしれません。大人が相手ならまだしも、子供相手に逃げるのは奇妙ですね。オス、もしかして犯人は人との接触を極端に嫌う人物なのではないでしょうか。小暮さんが器用に麺をすすりながら発言する。それじゃあ今まで会った人たちは除外されますね。この際ですから、全く新しい犯人像を考えてみますか。僕の提案に小暮さんはうなずいた。子供を見ても逃げ出してしまう臆病な犯人。でもおかしくありませんか先輩。犯人は祐介くんを誘拐したのでしょう。矛盾しているのではありませんか。ああ、確かに。そうですね、その矛盾こそが犯人の特徴であり、誘拐の動機につながっているのかもしれません。まずは人を見かけると逃げるという点から犯人像を割り出してみましょう。子供相手でも逃げ出してしまうほど人を避けているということは、普段できる限り人間と接触しない生活を送っているはずだ。
人間と接触するのが嫌というレベルではなく、恐れすら抱いている可能性もある。そういえば鬼とはもともと陰という字を書いて、姿の見えない隠れた存在だと優香さんが言っていた気がする。普段人と接触しない犯人ですか。そうなると聞き込みから人物を特定するのは困難を極めるのではありませんか。小暮さんが表情を曇らせる。悲しいことに最近は隣人の顔すら知らない人間がほとんどですからな。ああ確かに。昔を懐かしむような表情で小暮さんは嘆いた。いや小暮さん、生活するためには社会との関わりを完全に断絶するのは不可能です。食事の調達だってあるし、電気や水道だって使っているはずなんですから。ゴミだって集積所に出さなくちゃいけないし、お金だって必要です。山奥で仙人みたいな生活をしてない限り、必ず何らかの手がかりはありますよ。確信があるわけではなかったが、ここで諦めるわけにはいかないので、少々強引に希望的観測を述べた。小暮さん、犯人が人との接触を避けているとして、一番の問題は何だと思います?それはもちろん。もちろん?小暮さんは丼に残ったうどんを一気にすすった。食事に決まってます。食事か。食べることが生きがいみたいな小暮さんにとってはそうだろう。しかし小暮さんの言葉は間違いではない。人間に限らず生き物は栄養を摂取しないと生きていけない。それじゃあデリバリーや通信販売を行っている店を中心に聞き込みをしてみましょうか。先輩、手や物を扱っている店も要チェックですよ。はい。僕たちは互いにうなずき合うと丼を抱え、残ったつゆを飲み干した。僕らは早速調査を開始した。この音楽って道明寺さんのじゃないの？誘拐現場周辺に通信販売やデリバリーのチラシ、冊子などを配っている店を全てピックアップし、しらみつぶしにしていく。それは気の遠くなるような作業だったが、刑事の仕事っていうのはそういうことの積み重ねだ。聞き込みの条件としてはこうだ。1、女性客。2、毎日のように注文する。3、受け渡しの時に顔や姿を見せない。なんかこれ、今みたいだね。その結果、18名の格闘者があった。お。ただ、3つの条件については微妙で、例えば、注文するのが女性でも、受け取るのが男性、多分、夫婦や家族だと思われる、などが多い。ただし一人だけデリバリーを直接受け取らず、ドアの前に置いていくよう指示する女性がいるという。お、まさに今みたい。女性の名は雪村京子。え、雪村京子。え、この人ってさ、2年前に無理心中して焼死した人だよね。あの安西さんの妹の。え、なんでいんの。え、生きてたの。代金などはドアノブに代金の入った袋がぶら下げてあるらしく、みなインターホン越しにしか話をしたことがないという。住所を聞き出し地図で確認してみると、彼女の住んでいるアパートは雄介くんがさらわれた公園からそう離れていない場所にあった。しかも雄介くんの誘拐事件が発生した日からどの店にも一切オーダーが入っていない。怪しい。そしてさらに。何？宅配便の会社を回っていた小暮さんが編纂室に飛び込んでくるなり、興奮したように言った。誘拐事件の日、宅配のドライバーが雪村京子宅に届け物をしています。お、呼び鈴を押したところ、室内から男の子の声がしたそうなんです。お、男の子の声。ええ、その証言によりますとこんな感じだったと。アパート。ねえ、誰か来たよ。ああ、ダメよ。ゆうちゃん。ゆうちゃん？出ちゃいけないわ。どうして？それはね。怖っ！え？え、なんで赤くなったの？その後は二人とも声を潜めてしまったので、何も聞き取れなくなりました。そして何度呼び鈴を押しても、
結局誰も出てこなかったそうです。めっちゃ怪しい。ドライバーさんはゆうちゃんという言葉を聞いたんですか？確かに 100% 確実ではありませんが、そんな名前だったと証言してます。なるほど。調べれば雪村京子が注文するのは全て一人分だと分かっている。つまり完全な一人暮らしであり、普段誰かと同居している形跡はない。無論子供などもいない。これはひょっとすると当たりかもしれない。行きましょう、小暮さん。おっす。僕と小暮さんは編纂室を飛び出すと、彼女の住むアパートに向かった。面白くなってきた。ファイルナンバー2、第2話、鬼、赤いクレヨン。すっごい今更だけど、これ50音順だったんだ。赤いクレヨン。ある夫婦が中古物件を購入する。ある日、夫が廊下を歩いていると、そこに赤いクレヨンが落ちているのを見つけた。どうしてこんなところにクレヨンが？と不思議に思ったものの、それほど気にはせず、夫はクレヨンをゴミ箱に捨てた。しかし夫婦はその後も何度か同じ場所で赤いクレヨンが落ちているのを見つける。さすがに奇妙だと思い、夫婦はクレヨンが落ちていた周辺を調べてみることにした。その結果、クレヨンが落ちていた付近の壁におかしな空間があることに二人は気づく。恐る恐る壁紙を剥がしてみると、その奥から釘で打ち付けられた扉が現れた。明らかに隠された部屋である。お、ゆかりさんの家と似てる。二人は釘をすべて引き抜くと、扉を開け中へと足を踏み入れた。中はガラン堂で何もない。ただ部屋の壁の一面には真っ赤な色でびっしりと文字が書かれていた。お母さん、お母さん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、出して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 。怖っ。え、赤いクレヨンで書かれてたんでしょ？怖っ。この話はもともとあるタレントがラジオ番組で創作したもののようである。え、そうなの？誰？一体この隠された部屋で何があったのか、中にいたと思われる子供はどこへ行ったのか、そしてなぜ赤いクレヨンが落ちていたのか、そうした事柄はこの話の中では語られていない。それが奇妙の恐ろしさを生み、人々の口を介し語り継がれ、都市伝説となったのである。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。